楽しみに見たいと思いますね。インサイド打ち上げました。詰まりながらも右中間を打ち取っています。先発ピッチャーインサイド、打球はセンターへ、ツーアウトになっています。インサイド押しました、ファウルになります。打った、打った瞬間確信した、入った、ホームラン。いや完璧に取れました。インサイド落ちました、わずかに右に切れました、ファールボール。インコース打ちました、いい当たり、切れました、ファールボールです。インサイド落ちました、浅村が抑えてスリーアウトチェンジです。来るか、ファウルになります。さてバッターボックスの塩見、どういうバッターなんでしょうか。まあパワーとテクニックを兼ね備えた頼りになるバッターですね。そうですか。打ちました、いい打球だ、伸びポール際切れました、入っていれば同点というところでした。またファウル、打ちました、この打球はフライになっています。捕ってワンアウトです。バッターは2番に入っている秋広、千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました、いい当たり、センターへ打球伸びる、センター掴んでツーアウト。バッターボックス宗、ツーアウトになっています。真ん中打ちました、ワンバウンドヒットになりました、同点のランナーを出してしまいました。ツーアウトランナー一塁、バッターボックスは4番山川、ヒットでランナーを一塁に置いています。初球打ち、セカンドの右抜ける、右中間へのヒット、マリーンズピンチになりました。ツーアウト二塁一塁、さあそしてバッターボックスには坂倉が入ります。さあ同点のランナーを右中間へ持っていった、ワンバウンドヒットになった、中継にボールが送られる、セカンドランナーホームイン、ファーストラン、そうですね、ここは踏ん張りたいところ。打ちました、いい当たりだ、伸びていく、どうだ、入ります、打ちました、痛烈な打球、レフトに強い打球、守備を変えてきました。小笠原に代わりまして今宮がショート。ついに最終回を迎えました。追いかけるマリーンズの攻撃、バッターは DH 吉田、マリーンズビハインドたいですよね。簡単に終わらせたくないですからね。インサイド落ちました、右中間に強い打球、右中間を深々と破るヒットになりました。先頭バッター出ました、マリーンズ。さあそして打席には村上が入っています。さあ追い上げのチャンスを迎えています。ここからの反撃を信じてしっかりと抜けた、セカンドランナー帰れば2点差、ライト前ヒット、さあチャンスを広げていき、チャンスが続きます。もう終盤ですから、このチャンスで差を詰められるところまで、インサイド打った、サード取った、二塁、マリーンズ。改めてお聞きしますが、バッターの坂本、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。ファイターズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番、バックをいっぱいに使ってきます、ストライクです。2球目打ちました、ここは打ち上げています、内野フライ掴んでアウト、ツーボールツーストライクです。インコース詰まりました、ここはフライになっています。バッターは2番に入っている小笠原、山岡、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは山岡、そしてキャッチャーは甲斐、このバッテリーをマリーンズ打線がどう攻略、痛烈な打球、入った、ホームラン。いや完初球時右中間に上がった、この打球はフライになっています。バッターボックスバース、ツーアウトになっています。打ちました、流しました、レフトへ打球伸びる、初球時高い打球センターへ、センターズ真ん中打ちました、ヒットになった、同点のランナーを出してしまいました。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは3番吉田、ヒットでランナーを一塁に置いています。打った、高く上がった、ぐんぐん打球、スキーサーさん、マリー打ちました、いい打球だ、ライトに強い打球、
バッターボックスには5番岡本、ツーアウトになっています。初球打ち高く上がった、入った、ホームマリーン。まず何を投げてくるか、打ちました、打った瞬間確信したか、マリーンズ。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。ツーアウトランナー一塁、8番バッター菊池、ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました、取った、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。試合は最終回まで来ました。追いかけるマリーンズの攻撃、バッターボックスには指名打者の吉田、なんとしても塁に出たいです。打った、高い打球、ライトが追いかける、入った、ホームラン、ソロホームラン。初球は何から入ってくるか、初球打ち、ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターは7番に入っている浅村、ワンアウトになっています。初球空振りです。外に逃げていくボール、よく見ています。引っ張った、サード取った、ツーアウトになりました。バッターボックスは8番坂本、ツーアウトランナーありません。さあまず1球目、初球空振りです。低めの変化球は外れました。バッターボックスには代打の岡本、マリーンズホームランで得点を挙げています。西さん、ここは追い上げたいですね。いや、このチャンスはね、つなぎたい。スワローズピッチャーが変わります。マウンインサイド落ちました、切れました、ファールボール。3球目打ちました、ヒットになった、見事起用に応えました。ツーアウトランナー一塁、打順はトップに帰って柳田、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ファーストランナースタート、キャッチャーとアウト、盗塁。